コロナ禍は海上交通にも影響を与えています。八日市市の宮島口と宮島を結ぶフェリー2社が、相次いで大幅な減便に踏み切ります。JR 西日本のフェリーは現在1日に106便運行していますが、来月から70便に減便。日中のほとんどの時間帯で現在15分間隔だった運行が30分間隔になります。 また広島電鉄グループの宮島松田駅船も今月29日から運行本数をおよそ半分に減らします代わりに大型の自動車用のフェリーのダイヤを変更し一般のフェリーと交互に15分間隔で運行するとしています去年1年間に宮島を訪れた人は188万人余りで統計を取り始めて以降最も少なくなりました これはピーク時と比べて6割近く減っています。